何色にしようかな。黄色使わないの多分。茶色も使わない。今日何年だっけ。どうも、ひなたいこです。今日は佐渡市内の麻雀大会当日になりました。みんなで盛り上がるぞ。するしない。皆さんおはようございます。司会進行を務めます中里春菜です。本日はよろしくお願いいたします。本日はお忙しい中、ファストムーブ主催麻雀パブリックするしないにご参加いただきありがとうございます。本日 MC の私中里です。本日もうゲスト紹介しちゃっていいですか。いいよ。はい、ありがとうございます。まずお一人目は YouTuber& 最高位戦日本プロ麻雀協会所属、プロクイーンくれる。プロクイーンだよ。書いてあるプロクイーン優勝って書いてある。第16期プロクイーン、ひなたんこと、ひなたあいこプロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきね、あんなに喋ってまだ出てくるかって、はい、ちょっと省略します。今日で担当させていただきます、平田愛子です。この後豪華なゲストの話が多分長いので、もうこれくらいにして、はい、どんどん紹介してまいりましょう。今日一日よろしくお願いします。さあ、続きましてお二人目はこの方、セガサミーフェニックス&最高位戦日本プロ麻雀協会所属、第43期最高位最強戦2018優勝最高で最強今日はありがとうございます。随分長いされてしまいましたけれども、この本皆さんご存知ですか。あ、知ってる。近代麻雀。近代麻雀、はい、奇跡のアイカップ。出ちゃったこんな風に、あそこの棚に置いてあります。お時間あるときに見ていただいてもいいかなと思います。さあ、続きまして3人目YouNEXT オファイレス最高位戦日本プロ麻雀協会所属、最高位戦 A リーガー初代第11代天皇位、朝ピンこと朝倉浩信プロです。すいません、僕こういうインタビューめちゃくちゃ苦手なんですけど、大体滑っちゃうんで、ちょっと調べて聞きたいと思いますけど、入ってる全然響いてないです。なんか今日は麻雀大会なんですけど、こんな善人だらけのような麻雀大会初めて見たんです。たまに大体の麻雀大会1割ぐらい悪人っぽい人もあるんですけど、やめろ。なんか本当フレッシュな感じで、すごい新しい大会だなと思って、すごいなと思ってます。じゃあ大会の方はトップさんのチームみたいなんで、後輩の山田君に負けないように頑張ってよろしくお願いします。さあ、4人目はこの方です。最高位戦日本プロ麻雀協会所属、最高位戦に2019年より私と同じ B2 リーグに参戦ただで参戦3代目天鳳位ドッポこと山田ドッポプロです。皆さんおはようございます。ビュービュー吹いてくる先輩方で負けないように頑張りたいと思います。ご覧いただいて分かる通り、ひなさんがピンク、中田さんが黄色、僕が緑ということで、完全に身内枠です。せっかくの機会なんで、皆さんにも楽しんでいただいて、僕自身も楽しんで、朝倉にだけは負けないように頑張りたいチームメント今日ね、うちの皆さん今日 YouTube 見て来てくださったと信じてるんですけど、ボールペンとマフラータオルと T シャツ、これ初めて販売今日
するんですよ。これよかったら今すぐ買ってください。今すぐ、あ、今ぜひ、よかったらこれ着替えて、ぜひ着替えてもらえるとなんか宗教活動みたいな感じでちょっといい感じになるんで。ちょっとうちのポッパーに行かせてもらえば。そう、大丈夫。ヌーニングめっちゃ見てます。なんか今一部はないですけど。いやいやいや、そんなことないですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。多分ね、2億4千万以上。ほぼ残んないやつ。症状。個人&プロ総合優勝ひなたん殿。あなたは麻雀パブリックするしないにおいて優れた成績を収められました。よってその栄誉をたたえここに表彰いたします。2019年1月27日運営ファストムーブ協力麻雀ウォッチ、はい、おめでとうございます。
さあ最終的にチーム戦はどうなったんでしょうか。600差ありましたからね。さあ上に行ってみましょう。ダラララじゃん。で皆さん本当今日お会いできて本当嬉しかったです。ありがとうございました。で、ね、うちの残りの子ね、はるちゃんとあと今日いないんですけど、あの安っぽいブルーの河野さんも入ったんでね、こちらのねメンバーもぜひ応援していただいて、ツイッターも全員のことフォローしてください。あと、はい、今すぐお願いします。で、今日楽しかったみたいなツイートはバンバン上げてくださいSNS にね、今日そうタグ付けしていただいて、すぐいいねおじさんやってくるんですせいさんと今朝4時ぐらいからいいねしてくれるんでね皆さんぜひ今日はね楽しかったことを SNS に上げて、今日の思い出いっぱいで忘れ物ないようにお帰りいただきたいと思います。カメラ撮影 OK な方は最後どこの場所がいいですか。あっちかな。この画面が後ろにあった方が綺麗ですもんね。そっちの方でバーって集まっていただいて、みんなで写真撮って、よければ Twitter に私たち使いたいなと思ってます。マスター王子店副店長の加納です。こちらのお店では平日の昼、麻雀教室健康麻雀を開催しております。その他ですね、金曜日と土曜日の夜17時から M リーグルールの競技会を行っております。開始時間がですね17時、18時、19時、20時というふうに定時開催となっておりますので、1ゲームしか打てないみたいな形のご来店でも大歓迎でございます。そして成績上位だった方にはですね、 M リーガー小林剛プロとですね、杉谷路チャンネルの麻雀スタジオで対局ができると、そしてその模様を DVD 化するという試みを行います。ぜひぜひ M リーガーに本場のスタジオで挑戦したい方お待ちしています。